うございます。おはようございます。キューさんと小関さんのコラボ鉢ができました。できました。で、これこの土目と焼き方を、小関さんにお願いして、出鉢ですね。小関さんが出鉢を始めたということで、で、その中でちょっとこの色でいろんな形をちょっと作ってほしいってお願いしたら、Q さんの落款も入って、私の、はいはい、正直 Q の落款が入った鉢をいっぱい作ってもらいました、はい、で、すごく形もいろいろあって、まあ、基本丸なんですけど、うん、浅いやつとかちょっと深めのやつとかいろいろ作ってもらいました。雨がすごいね。もちろんお祭りでも販売しますけども、はい、今はこれ東住でしか販売してない鉢になります。なのでぜひ皆さんの手に届いてほしいなということで、今回はこれを使っていろんな盆栽の植え替えをしていきたいと思います、はい、大きさもまちまちなので、いくつか木を持ってきてこれに合わせた盆栽を作っていこうというふうに思います。はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい。でまずこの鉢の紹介なんですけど、出鉢で若干焼き方によってこういうようなくすみが出てるんですね、うん、なので落ち着きがあるような色で、とてもいいんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、使いやすい色ですね。そうで、正直さんのポイントとしてはこの厚みが薄いんですね、うん、なので商品をやるときだいたいちっちゃい鉢に入れると厚みも厚いので、うん、あんまり土が入らなかったりするんですけど、うん、正直さんの鉢はこうやって肉が薄い分土がいっぱい入るんですね。なるほど。なので水持ちもいいですし、まあまあ素焼きなので培養管理もとてもしやすい鉢となってます、はい、でこっちに正直さんの鉢もありますけれども、うん、今回はこの色でいろんなさまざまな形を発注しました。はい、はい、同じような形でも、足がここに紐があるやつとないやつがあったりとか、そうですね、あの木によって選べるので、うん、ぜひ途中に来た時は選んでみてください、はい、で今回なんですけど Q さんが持ってる僕の御用松、御用松、これは丸中さんの師匠、はい、なんか仙人と言われてるから杉御用ですね。盆栽祭りの時に買ってたやつ、ね、一昨年、はい、だいぶ形も、ね、良くなりましたよね。なんでこれを植え替えていくのと、はい、まあ、出鉢なんですけど厚さがいろいろあるので、あの違うやつも入るんじゃないかなと思って、これね、しだれ桜の挿し木です。紫色の花が見えるこれはこういう感じで見てもらって、はい、墨入れかな、はい、おととし挿したやつですかね、しだれ桜の挿し木、はいはい、今時期が終わってちょうど剪定みんなしてる人がいると思うんですけど、そういうやつ挿しとくとこうやって盆栽になるので、はい、そういう形で、まあ、お手本のような感じでやっていこうかなというふうに思います、うん、あと長寿梅、長寿梅、これはどれもこれは当然で買いました。ああれかな、はい、ポットに入ってたやつ、ポットに入ってた、はい、値上がりの長寿梅こういうのも合いますよっていうことで、うん、ちょっと深めの鉢もあるので、はい、合わせてみたいと思います。長寿はもちろん合うし、はい、長寿もありますよっていうことでやっていきたいと思います。はい、まず御用松やろうかなと思います、はい、これはこれね、あの鉢が小さいから二重にしたんですけど、もう根っこがすごい生えちゃってます。だからやっぱちょっと攻めすぎたかなって鉢は、ちょっと出しましょうか、うん、止めてはないんですよね。止めてない、すごいじゃん。まあ、こんな感じですね、はい、あ意外と基本全部ご用かな、うん、根っこは、ね、雑草じゃなさそうですね。じゃあこれを抜かないといけない、うん、印象的には今これと同じような大きさなんですね。そうですね。でこれに入るかなと思うんですけど、うん、土の良すぎが多分全然違うんですよ、うん、こっちの方がいっぱい土入るので培養は良さそうですね、はい、ちょっと攻めすぎたよねまだ元気ですか。まだ元気。じゃあ外していきます。これ根っこ切っちゃうかな。巻きしょうがないんじゃない。抜けない。結構なんか足元が
粘着してるというか、うん、畳んであるというかね。こんな感じですね。取れました。あ、全部取れちゃった。はい、こんな感じ。どっちが正面？正面変わるかもしれない。でもバランスいいのはこっちかもしれないですね。こっちちょっとお腹が出すぎて。ああ、そうね、こっちの方がいいかもしれない。あ、顔ネットこれ一面に入ってる。一面ネットだった。一面ネットでした。ああ、タカちゃん苦戦してます。苦戦してる。はい、まずねこれに入ると思うんで、余裕ですね。これあの先に準備します。一番ちっちゃいやつ。はい、はい、これのサイズ分かりやすく測ります。うちでだいたい 5.5 ぐらい。 5.5、 これが一番ちっちゃいやつ。はい、これ大きい。これ大きいかな。うちでもう少し大きいのもあるんですけど、うん、やばいな雨が。これで8センチ。だいぶ様々バリエーションありますか。5から8ぐらい。はい、意外とこういう鉢って探してもなかったりとかしますよ。できました。はい、でこの鉢の特徴として穴が開いてるんですね。針金を通すような、通すような穴が、うん、で穴が塞がってる時はなんか細い釘かなんかでポンと押してもらえれば、はい、あの通じますので 1.2 かな、まあ、1ミリでもいいと思います。1本で止めます。はい、いいかな。こういうふうにあの針金が通せますの で、はい、でちっちゃい大きさなので1本通せば十分だと思います、うん。はい、この辺はやっぱ使い勝手がいいですね。有機小石さん、ね、ありがとうございます。じゃあこっち正面で植えていきますね。でちょっと五葉松なんですけど、うん、見た目の話するとちょっとこうやって下っ端が出てるところを整えてあげると綺麗に見えてきます。で去年の古っ端がちょっと黄色くなってますんで、うん、そういうのも取ってあげると綺麗に見えると思いますね。今もう暖かくなってきたので五葉松植え替えして大丈夫だと思います。はい、順番的には雑木の方が早くて、あのモミジとかが先に、植え替えをして後から小白なんですけど、うん、このぐらいの気温になったら基本的にはもう小白も大丈夫です。はい、逆に言うとモミジとかやる場合は水の乾燥に気をつけた方がいいです。うん、今だいたい平均が15ぐらいになりました。はい、で昼間は20度いったりとか、うん、じゃあ崩していきます。はい、こんだけコネがあると元気な証拠ですよね。うん、でも根っこはクロマツだもんね。そうですね、うん、ここがちょっとねじってあるので、うん、これはどうしようもないですね。でちょっと長すぎるのは取ります。はい、このぐらいコネが上から出てれば十分だと思いますので、木も強いね、黒が大事で強いですからこんな感じですね。はい、これ入ります、うん、で、ふるった土のちょっと大きめのやつを下に入れます。はい、で、これが極小なんで極小入れて入れる。で、基本的にはこの穴じゃなくてここの部分を正面にするといいと思います。うん、これ高台って言いますけど、はい、基本的にはここを正面にして木の正面と合わせて、丸鉢だと大体真ん中に置くといいですね。うん、こっちお腹出てたって言ったんですけど、うん、こっちのこの根っこが気になるかもしれない。それでそっち前にしたのかな。からこっちの方が立ち上がりへこんでるから、うん、こっちの方がいいかも。こっちにします。はい、元に戻った。おお雨が飛んできますね。でこういう根っこが上がっちゃってるやつはどうしても根っこの上に針金が来ると思うので、そういうのは1本で止めるんであればちょっと裏側に通してあげると見た目はいいかもしれないですね。はい、こんな感じかな。うん、じゃあ土を入れていきます。はい、こういう時は割り箸もちょっと細くしてあげるといいかもしれないですね。うん、
感じかな、うん、土を入れて最後ちょっと見た目であれなんですけど苔張りましょうか、うん、はい。そしたら水を雨で、はい、水はけも良くなりました、はい、で次ですね、じゃあ次、桜やります。まずスミレをそのまま取らないでいいや、ちょっとそのまま取っちゃう、抜いちゃう、抜いちゃう、はい、うん、スミレなんですけど根っこがまあすごいんですよ、うん、取ろうと思ってブチブチって上だけで取れちゃう、うん、そうですね、はい、そうするとまたそこからスミレ生えてくるんですけどこんだけあるんですよ、うん、で、だいたい引っこ抜くとここでブチブチって切れちゃう、うん、これがもう厄介なんでスミレ生えてきたら皆さんすぐ取ってください。まあ綺麗ですけどね、はい、で、そこからまた種た飛ばすからそうそうそう、下草でもあんまりしない方がいいよね。なんか植えない種類もあるみたいですよ、スミレで、山野草でなんかね、前出てた、こんな感じの桜です。で、これしだれ桜なんですね、はい、でしだれ桜っていうのは上の方からひょろひょろとしたやつがさーっと降りてくるような、まあ要はしだれですよね、うん、表現したいので基本タッパーは高く作りたいんですね、はい、でこの木はこの上が枯れたんですよ、うん、なので下枝だけになっちゃってるんですけど今度これを幹にできるようにちょっと針金で上に上げたいと思います。そうして先にちょっとあれですね、あのいらない葉っぱを取っちゃう。ダイヤで本来はこの花も取っちゃっていいんですよ、はい、今いらないんですけど、うん、ちょっと完成時に咲いてた方がいいかなと思って、うん、残す、残す、皆さんは抜いても OK です、はい、抜いた方がいいですよね。で桜もちょっと枝が走りやすくて、うん、食い込みやすいのでゆるくかけてあげるといいですね。で、しだれ桜の特徴としては若いうちだと上にビヨーって伸びるんですね、はい、なのでこの辺の葉っぱ枝とかも上に伸びるかもしれません、うん、そういうのはだいたい桜が咲くシーズン近くなったら下に垂れ下がるように針金かけたりとかしてあげると、はい、あのいいと思います、うん、やっぱりどうしても操作してあげないと若いうちはしだれてこないので、うん、そういう感じで処方対処してあげてください、はい、そしたら上、どれかこれかな、ちょっとでかいかな、でかい、これが入んないの、いや、さ、じゃこれ持ってきました。桜ってもう本当のいろんな盆栽の中でトップ10に入るほど乾きやすい木なんですよ、うん、水が大好きな木なのでちょっと土の容積が大きくちょっと深いやつに入れてあげるとあの水持ちはいいかなというふうに思います、はい、でこれに入れていこうかなと思います、うん、これが 6.5 ですね。さっきのよりかちょっと大きくなりましたね、うん、で今この状態なんですけどしだれなのですごい伸びます、はい、そうすると合ってくると思うんですよね。今だとちょっと大きく見える、ちょっと大きく見えるけど、はい、お祭りの商品はこれからですか。ちょっともう今でも結構あるけどね、ものはね、あるけどこれっておすすめできるやつをちょっと仕入れてこようかなと思うので、うん、なるほど、もうちょっとお待ちください。盆栽祭りは5月3、4、5、はい、私の鉢は着々と準備してます。あと道具入れと、あ、道具入れね、あ、 T シャツとこちらは準備できております。あの根っこはあんまり切らないでいこうかなと思います。はい、まあ、桜も非常に強いので、しかもこれ挿し木ですから非常に強いんですけどそのまま、まあ、時期も葉っぱも出ちゃってますから切んなくても入りそうですよね。そうそうそう、この白いの多分スミレの根っこ、スミレの根っこ、足元を見せてあげるといいかもしれない。あ、すごいなんか太くなっていい感じだ、ほら、ほんと粘りみたいになってる、なってる、うん、でも1年目これ2年目かなと言いましたが、うん、切ります、うん、切ります。はい、こんな感じか、はい、はい、そうですね、うん、
ちょっと粗め入れて、もう一回目入れて、高さは出したいの、少し斜め上向きにして、正面はここ葉っぱが逆向いてるけど花も逆向いてる、じゃあこっちにしようかな花の方向にします、今回そうですね、はい、見栄え的に。雨なんか頑張ってますね、雨も来たかり、うん、いい男だから、うん、お尻、お尻もアップでね視聴者サービスですよ僕とのサービス、僕が別にでしたら嫌だけど、うん、高木さんの鉄は、高木さんのお尻になるね。さっきほぐした根っこの間に土を入れるようなイメージですね、はい、それも後でこけ始めましょう、はい、じゃあ桜完成、完成。長寿梅、長寿梅やります、なりますか、長寿梅、僕これに入ればいいなと思って、ああ確かに低いのにちょっと高上で座る感じ、これ今姿見えないけど多分寝伏せの値上がりのみたいな、うん、結構いい木なんですよね、うん、タツノオトシゴみたいな形してる、ああ。キングドラですね、あキングドラね、一回これ針金は取っちゃおうかな、もう形ついてると思う、ついてると思う、これ植え替えたのいつだろう、去年じゃね、ポットだったもんね、うん、プロポットだったから生えただけだと思う、うん、ビドビドですよ、はい、うん、取れた、そしたら今いっぱい胴引きしてますね、はい、これある程度間引いちゃおうかなと思います、ぜひこういうところに長くなりそうな、まあ、枝になりそうな芽ですね、はい、あるんでそれを残しつつ、いらないのはちょっと間引いてて、例えば内側に生えてるやつとか、うんうん、今後使わなそうだなっていう位置から生えてるのは取っちゃいましょう、こうやって完全に内側が出てるやつとかいらないですか、はい、こんな感じですかね、うん、はい、じゃあこれを植え替えていきたいと思います、ちょっと先に根っこを崩してこれに入りそうか見ますね、はい、やばくない、濡れちゃうね、気はするけどな、これも炭でいくかも、これ違うか、それは三つ葉のあ、冷たいこれ、矢のように飛んできます、体調すっこぶる悪いんですけど、誰僕なんで風分かんない、ちょっとビジョビジョになっちゃう、あ、やばい雨が飛んできます、こんな感じですね、はい、感触は大丈夫そうですか、全然大丈夫そう、これでいけるかな、うん、じゃあ植え替えていきましょう、はい、ごめんなさい、ズボンがやばい、ズボンビチョビチョだよ片側だけビチョビチョ、まあ、中でやればよかったような気もするよねこれちょっとあれかも、穴使わないでブランコ使います、うん、グラグラしそうなので、うん、そういうのはブランコでやった方がいいですね、なんで穴だとグラグラしちゃう、これ1本しかないの、あなるほど、これだったら4本、そうブランコだったら4本いけるんで、まあ、それはあの必要に応じてやればいいと思う、うん、はい、こんな感じですね、下に出てる太いのはちょっと切って高めに盛ります、高めに持って上から押さえつける感じです。この木はここは正面なので、そうですね。こういう感じかな。の間に入れて止める。うん。そうするとガチガチになる。ガチガチに。
はい、うん、入りました。うわおお、大雨。修行中みたいな、修行中みたいなやつ。暴風警報みたいな出てたよ。出てた。で、佐々木さんたちとライオンズ行く。ライオンズ戦。今日？今日。やってんの？分かんない。こんな感じかな。はい。行きました。行きました。じゃあ水やって苔張ります。はい。もう雨の音がでかいよ。すごいっすよ。やばい、やばい。台風だもん。体調悪いですけど。体調悪い。めちゃ見てた。行きました。ちょっと申し訳ないんですけど、暴風がすごいので、ね、こういう形になってしまいましたけど、はい、3点植え替えをしました、うん、で、全て小関さんと Q さんの落下の入ったコラボの鉢となっています、はい、ポイントとしましてはこの落ち着いた色によって、どの樹種でも合わせられるようになっています。小白はもちろん、こういう長寿梅だとか桜なんか入れてもこうやって落ち着きがありますよね。で、この何でしょう、苔が生えるとこれだけで飾れるような鉢になってますんで、使い勝手のいい鉢かなっていうふうに思いますし、肉が先ほど言ったように肉が薄いため土がいっぱい入るんですね、はい、で培養に関してもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で、この鉢と10円で、いろんな形ありますけど、1500円で売ろうと思ってますんで、ぜひ当時園に遊びに来た際は1個2個選んでいただいて、いろんな盆栽に合わせていただければなというふうに思います。どうですか？これかわいい。ちっちゃいやつがやっぱりよく見えちゃうね、今のところね。これね、うん、鉢の大きさとあれで木の大きさでね、うん、ただ培養という面に関しては非常に乾きやすくなってるので、うん、そうか、ご用とかもいいのかな。そう、バッチリだと思う。はい、大盆栽祭りの前でも買える。はい、てな感じで今回は長関さんと Q さんの落款の入った鉢に植え替えをしてみました。この動画がいいなとか、この鉢欲しいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. バイバイ。わかりました。